お前はな、俺の家族だったな。たった一人の家族。一部の捜査官だけが知るトップシークレットだ。スパイダー事件は知ってるな。先生はその最後の被害者だった。お前にその顔をかぶせた医者、もしまだ生きているなら俺が殺してやる。今のお前はあの人にそっくりだ。あなた自身の過去とあなたにかけられた殺人容疑、関係がないと言い切れますか？想像してみろ。目が覚めたら薄暗い研究室で、お前は人を殺すために生まれたと言われるんだ。本当にやるんですね。もう後戻りはできない。この世界は正義を語るには腐りすぎて、俺が死にたいのはただ一つ、真実だ。